進行いたします、佐波一徳議員。議長、19番、佐波一徳。 に従いい順次質問させていただきま,すまずはじめに次世代自動車の普及とインフラ整備についてです自動車産業は我が国の基幹産業として愛知県のみならず日本経済の発展をリードしてきました中でも愛知県は自動車関連企業が集積し全国における本県の完成者シェアは4分の1部品生産を含めれば 三分の一程度となっており、本県が日本経済をリードしてきたと言っても過言ではありません。また、自動車は二三万点の部品で構成されており、鉄鋼、化学といった素材産業から電気、電子など幅広い産業が関わっており、この地域の発展には自動車産業の振興は欠くことができません。世界の自動車産業の市場動向は、 米国、欧州など先進国での成長は鈍化するものの、アジアを中心とした新興国での需要が伸び、全体としては継続的な成長が見込まれる一方で、国内市場は縮小する見通しにあります。国連の予測では、世界的には自動車の生産・販売は大きく伸びることが予測されており、世界の自動車保有台数は2030年には、 現在の9億台から約2倍程度となる16億台が見込まれ、その中心となるのは、新興国市場のガソリンエンジン車であるとされています。一方、自動車産業においては、BRICS 等の新興国が台頭することにより、熾烈な価格競争に巻き込まれることも懸念されるなど、我が国の自動車産業は、 大きな転換期に差し掛かっていると言えますこうした中、日本の自動車産業は、高度な技術、知見を生かし、HV ・ハイブリッド自動車、EV ・電気自動車、PHV ・プラグインハイブリッド自動車、FCV ・燃料電池自動車といった次世代自動車の開発・製造を行うことで、その付加価値を図ることが期待されております。 我が国の EV の開発普及に向けた取り組みは、1970年代から始まっており、過去の計画では普及台数という数値目標が掲げられているものの、残念なことに一度も達成されておりません。政策的には、当初から一貫して税制優遇、補助金等の財政的支援と実証実験、モデル事業等による一定地域への集中的な 導入が試みらと言えます EV の用途は当初は業務用公用でその後家庭用まで広がったものの初期需要を創出するまでの普及には至っておりませんその要因は EV の価格、航続距離など EV 自体の問題用途利用実態と人々のライフスタイルや 移動に対すするるミスマッチが生じていいのではないかと思われます今後、EV を普及させるためには、業務用、公用、家庭用それぞれで利用を増やしていく必要があり、人々の自動車の所有や移動に対する意識の変化を踏まえた対応が求められます。そのためには、家庭用の普及が鍵であり、こうした取り巻く環境の普及シナリオを具体的に示し、 それに応じた政策を講じていくことが必要と考えます。加えて、近年の地球温暖化問題の高まり、エネルギー制約への対応などのため、次世代自動車への移行が加速することも予想されますが、当面は、次世代自動車の中心はハイブリッドやプラグインハイブリッドとなり、その先には EV や FCV が普及していくものと考えられ、 EV や FCV では、充電インフラなど、ガソリンスタンドに代わる新たなインフラの充実が必要であり、その整備が求められます。愛知県は、交通の要所で人口が多く、自動車産業や航空宇宙産業をはじめとする先進技術産業の集積地で、人や物の移動が極めて多い地域であり、愛知県の2011年度末の 自動車保有台数は約500万台で全国1位、2位東京442万台、3位神奈川395万台、4位埼玉、5位大阪と自家用車の利用割合が他の大都市圏と比べても高い状況にあり、EV、PHV などの次世代自動車の普及は地球温暖化対策や 待機環境のの改善に資すするものと認識しています本県では平成14年10月に愛知新世紀自動車環境戦略を策定し自動車環境対策に取り組んできましたが平成25年3月には新たに安心・快適な暮らしを支え環境と自動車利用が調和した社会を目指して愛知自動車環境戦略2020を策定し その推進を図っています。この戦略では、9つの施策を掲げており、その一つに、抵抗会社の普及促進として、e v、EV、PHV はもとより、FCV など次世代自動車の導入促進を図っていくこととしています。これまでの様々な取り組みにより、e v、EV、PHV の、あ、PHV の普及は進んでいるように思いますが、私は、 平成24年度から実施されている本県独自の EV、PHV に対する自動車税の課税免除措置も大きく貢献しているものと考えており来年度以降も引き続き実施されることを望んでいますまた平成21年度から経済産業省の EV、PHV タウンモデル事業のモデル地域の指定を受けて電力会社や 自動車メーカー、充電器メーカー、流通業者、名古屋市や豊田市などの市町村の参加による愛知 EVPHV 普及ネットワークを設立し、平成25年度を目標に EVPHV の普及促進を図ってきました。本年7月には経済産業省の次世代自動車インフラ整備促進事業における EV、PHV 用充電インフラ整備のための地域計画を策定し EV、PHV の初期需要の創出段階から本格普及段階へ移行するために必要な充電インフラに関する本件の基本的な考え方を示されましたこれは本件内における EV、PHV に必要な充電インフラの整備を加速することで 普及を促進させるとともに、次世代自動車や新エネルギー産業の集積を促し、二酸化炭素の排出が少ない低炭素社会の実現に向けて、大きく前進できる施策として受け止めており、計画的に取り組みを進めていくことが不可欠と考えます。そこでお伺いします。EV、PHV の普及には、充電インフラの整備が不可欠であります。 今年7月に策定された愛知県次世代自動車充電インフラ整備配置計画では2020年度までに1600機の充電インフラを整備する目標を掲げられておりますがこの目標を掲げた基本的な考え方と現在の進捗状況並びに今後の対応についてお伺いいたします次に EVPH EV タウンモデル事業から5年が経過をしようとしていますがこれまでの EV、PHV の普及状況はどのようになっているのかお伺いしますまた EV、PHV タウンモデル事業は今年度が最終年度となっておりますが EV、PHV のさらなる普及に向けて今後どのように取り組んでいかれるのかお伺いいたします次に 水素ステーションの整備についてです。福岡水素戦略について調査をしてまいりました。福岡県では、全国に先駆けて、産学館による福岡水素エネルギー戦略会議を設立、人材育成をはじめ、水素エネルギーの開発、普及を総合的に展開し、水素を次世代のエネルギーとして戦略的に活用する実験が進められ、 世界を先導するスイスの拠点を目指して取り組んでおられます。具体的には、家庭用燃料電池150台を集中的に設置する世界最大の福岡水素タウンの整備、北九州市、福岡市に水素ステーションの整備、製鉄所から発生する複製水素をパイプラインで市街地に直接供給する 世界初の戻り地区として水素を住宅に供給し燃料電池を通じて発生する電気と温水を家庭で利用する実験が行われておりましたこのように水素は家庭用の燃料電池や水素発電所でも使われ輸入の化石燃料に耐える日本にとって水素が将来的に国内で自給できる可能性があり 日本企業では、水素供給基地、水素輸送船、水素ステーション、燃料電池、FCV などの水素関連事業への取り組みに拍車がかかっており、水素をエネルギー源に利用する水素社会の到来が近づきつつあると感じております。また、北部九州燃料電池増車普及促進構想では、 北部九州において2015年までに水素ステーションの先行整備を行い FCV の初期市場を目指し2020年までに円滑な FCV の普及を可能にするために必要な水素ステーションの整備促進など燃料電池自動車及び水素供給インフラの自律的な市場を促進して立ち上げることでエネルギー需給の安定化 地球温暖化に貢献するとともに FCV 関連産業の育成・集積を進められています。中でも北部九州で FCV 需要を創設、創出されるた,ために求められる水素ステーション配置シナリオ、配置イメージでは少数の水素ステーションで FCV ユーザーの利便性を最大限確保するために 出発地及び目的地を分析し、ニーズー調査を把握した配置案を策定し、課題分析など、官民が一体となった導入促進策が講じられており、取り組みに強い熱意を感じました。水素は究極のクリーンエネルギーと言われ、空気中の酸素と結合して電気を発生し、 排出するのは水のみという環境性に優れています。HV や EV の次の時代を担う自動車が水素をエネルギーとした燃料電池自動車と言われ、本件も遅れをとってはいられません。トヨタ自動車やホンダは2015年に日米欧で水素を燃料に使う FCV の販売を始めます。水素を量産し 安全に確保する技術の開発も進んでおり、水に含まれる水素は環境に優しい無尽蔵のエネルギーで、特に資源に乏しい日本にとって、水素技術は一段重要となるものと思っております。FCB は、技術的には市場に投入できるレベルに達し、試作者の航続距離が 約650キロと電気自動車の約3倍程度と言われ日本の自動車業界では2025年に国内で累計200万台の販売を目指しています特に2015年に FCV が一般販売されることに先駆けて現在民間事業者による水素ステーションの先行整備が進められています水素ステーションは 現在国内で17箇所稼働しておりますが国では2015年度までに100基の設置を目指しており FCV の普及が本格化する2025年には1000か所程度の設置が想定がされておりますが自動車立県である愛知県として先導的な取り組みを行い国内最大の拠点にしていかなければなりません。 そこでお伺いします。県内の水素ステーションの現状はどのようになっており、今後の水素ステーションの整備をどのように推進していくのかお伺いします。また、県が推進する次世代自動車の普及に関して、これまでは環境部が所管する愛知 EV、PHV 普及ネットワークと、産業労働部が所管する愛知 FCV、 普及促進協議会と普及組織が分かれておりましたが、今回新たに既存の組織を総括する愛知次世代自動車インフラ整備促進協議会を設置し、県として次世代自動車の普及を一体的に,一体的にする体制を整備されました。そこでお伺いします。今後この協議会において充電インフラと 水素ステーションの拠点形成を目指し、どのような取り組みを行っていくのかお伺いいたします。二つ目は、学校教育の充実に向けて伺います。すべての子どもたちの健やかな成長は、保護者、県民の切なる願いであります。保護者、県民、教職員、教育関係者は、子どもたちの夢と希望をあふれる、 豊かな成長を創造するために、力を合わせ、一体となって取り組んでいくことが必要です。本県においては、県の独自措置による小学校第2学年及び中学校第1学年の35人学級が継続実施されるとともに、児童生徒支援対応教員や、特別な支援を必要とする子どもたちの担当教員が配置されるなど、 子供一人一人にきめ細やかな対応をするための効果的な実施がされております。しかし、依然として学校現場では、いじめや不登校、特別な支援や日本語指導を必要とする子供たちへの対応など、さまざまな問題が山積しています。子供たちの健やかな成長に向けた愛知の教育の充実、発展のため、教職員の定数増をはじめとした 教育条件整備を一層進めていただくことをまず申し述べておきます。さて、地元の、先日地元の教育委員会の方々と現在の小中学校を取り巻く教育問題について話をする機会がありました。教育改革が声高らかに叫ばれる昨今、確かな学力の育成や国境を越えて活躍できるグローバル人材の育成、 規範意識の醸成等々学校に求められる内容は多岐にわたっているということです。これらの多くの教育問題の対応については各小学校において校長先生へのリーダーシップのもと解決策を講じていく必要がありますが本来教育とは学校、家庭、地域がしっかり役割を分担し共同して取り組むべきものであると思っております。しかし 現在は学校ばかり過度の期待や責任を押し付けるような風潮があり、私個人としては疑問を持つところでもあります。私の訪問した市教育委員会も、小中学校を取り巻く教育諸課題に積極的に対応していくために、大変多忙な状況であると伺いました。特に近年、社会的に高い関心を呼んでいるいじめ問題への対応については、 学校だけでなく教育委員会に対しても事案への直接な対応や説明責任を求める声が高まっているとのことであります現在県内のどこの市町村教育委員会でもいじめ問題等の生徒史上堂の問題について学校を直接支援する必要に迫られています市教育委員会では深刻ないじめ問題等が発生した場合 当外校に出向いてその対応に当たったりする大変重要な役割の中心を指導指示という職員が担当していると聞きました。この指導指示は生徒指導上の諸問題への対応以外にも定期的に小中学校を訪問し普段の授業の進め方や指導方法についても具体的な指導に当たっているとのことです。先生方にとっても 指導指示のような専門的な知識のある方から自分の指導方法や対応方法について助言してもらえるシステムは大変ありがたいことではないかと思っています。何よりも指導指示のおかげで先生方の指導のレベルが上がれば子供たちは学ぶ喜びをより大きく感じることができるのではないでしょうか。この指導指示が 市町村教育委員会に導入された経緯についてですが、本県では以前から小中学校における教科の指導や生徒指導に関わる専門的な内容について、学校や先生方に直接指導するため、全額を検診の負担で指導主事を1人、市の教育委員会に対して配置されてこられました。ただ、市教育委員会では、県から配置された指導主事以外に、 独自に全額を市の負担で指導指示を配置している市もあり、そういった市では、検費負担と市費の負担の指導指示が協力して業務を行って見えたとお聞きしました。一方、町村に対しては、検費での指導指示の配置はされておらず、教職経験のない行政職員が指導指示の行うべき業務を行っていたそうであります。しかしか 学校教育活動が複雑多岐にわたる中、町村においても、県費による指導主事の配置の強い要望がなされました。そこで、市町村教育委員会の代表者を含めた会議の場で、3年間の協議を重ね、平成16年度から現在の派遣指導主事事業が実施されております。この制度は、指導主事にかかる費用を県と市町村が2分の1ずつ負担し、 希望する市町村に対して市は二人、町村は一人まで指導主事を県から派遣するというものです。私はこのように県と市町村がそれぞれ連携し、子どもたちにとって魅力ある学校教育を充実させていく制度は大変意義のある制度であると思います。そこでお伺いします。まず本年度市町村教育委員会に指導主事を派遣している現状はどのようになっているのか。 またその成果についてお伺いします次に現在県が行っている市町村への指導指示の派遣のあり方についてその見直しが検討されているという話も聞きました見直しの背景には平成20年に改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律で市町村教育委員会に市町村自らの 責務により指導主事を配置するよう努力が求められたこと、また他の都道府県では愛知県のように県の負担で市町村に指導主事を配置している事例が少ないことなどの理由があると聞きました。しかし、ある市教育委員会では市独自で指導主事の増員を考えているものの財政的な負担が厳しくすぐに増員することが難しい現状の中、 県からの指導指示派遣の在り方について、見直しが進められていることについて、強い不安を抱かれております。小中学校での教育は、設置者である市町村が主体的に管理・運営していくものではありますが、義務教育である以上、市町村の間に格差があることは好ましくありません。指導指示が学校や先生方に直接的な指導を行うことで、 今日的な教育課題への適切な対応と学習指導の充実に重要な役割を果たしているとするならば、県教育委員会として、県内の市町村の義務教育の水準に格差が生じないよう、市町村教育委員会事務局の体制強化を、強化に向けた支援をしていく必要があるのではないかと考えます。そのためには、現在、県と市町村が その費用負担を折半して指導主事を配置するという他県にはない愛知県の施策は大変優れたものであると考えますまた国においても現在中央審議会教育制度部会の場で今後の地方教育行政の在り方について議論が進められています現在審議中ではありますがその中にも指導主 指導主事を配置することが難しい小規模市町村の小中学校や、指導主事の配置が難しい教科における学校指導については、都道府県教育委員会が指導主事を派遣し、市町村教育委員会を支援することが必要であるという文言が盛り込まれております。こういっったた現状を勘案しし指導のの市町村派遣の見直しにあたっては 県の市町村に対する責務を十分認識し、慎重に検討していただくことが必要不可欠であると考えます。そこでお伺いします。現在進められているという市町村への指導指示派遣の見直しについて、制度の運用開始時期を含めて、どのように考えているのかお伺いします。以上、当局の明快な答弁を ご期待いたしまして、壇上からの質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 環境部長議長、環境部長、EV 電気自動車、PHV プラグインハイブリッド自動車などの次世代自動車の普及とインフラ整備のうち、まず、愛知県次世代自動車充電インフラ整備配置計画の目標、1600基の基本的な考え方と、現在の進捗状況並びに今後の対応についてお答えします。まず、基本的な考え方でございますが、 充電インフラを出発地から目的地への移動途中で充電する経路充電と移動先での目的地充電の2つに分けております経路充電は国道では10キロごと主要地方道では15キロごと一般県道では20キロごとを基本に交通が集中する地域ではさらに追加するなどして約900機を目標としております また、目的地充電は観光宿泊施設や商業施設等をはじめとする集客施設などへ約700基を整備することとし経路充電と合わせて1600基とすることで電池切れが発生しないようにしようというものでございます。なお、この1600基の中にはすでに設置されている661基 これは全国一の設置機数でございますがこれが含まれており新たに設置が必要なものは939機となっておりますこの計画の策定にあたりましては愛知 EVPHV 普及ネットワークを通じまして充電インフラを整備しようとする事業者の意向を把握しそれを反映した実現可能性の高い計画としております次に進捗状況でございますが この計画に基づく充電インフラの整備には経済産業省の補助金の上乗せが適用されることとなっておりこの措置を受けるために本県に提出されました事前確認申請の件数は11月末現在で全国一の107件となっております今後の対応といたしましては商業施設や駐車場事業者などを対象に 補助制度をを活用した充電インフラ整備に関する説明会を国や関係機関とともに開催するなどしてこの計画に基づき充電インフラの整備を促進してまいります次にこれまでの EVPHV の普及状況と今後の取り組みについてでございます本県では平成21年度に愛知 EVPHV 普及ネットワークを設立し EVPHV の普及促進に 関係者が連携して取り組んでおりますが、その結果、平成24年12月末現在の EVPHV の累計普及台数は3952台でございました。その後の今年1月から10月までの登録台数は、軽自動車を除きまして1587台ございまして、これを合わせますと5539台となり、 EVPHV タウンモデル事業の目標であります5000台を上回っておりますさらなる普及に向けての今後の取り組みでございますが今年3月に策定いたしました愛知自動車環境戦略2020では目指す将来像としまして安心・快適な暮らしを支え環境と自動車利用が調和した社会を掲げ EVPHV の一層の普及に努めることとしておりますこのため 愛知 EVPHV 普及ネットワークにおきまして、EVPHV タウンモデル事業の今後の在り方について検討するとともに、ネットワークの参加者と連携いたしまして、市場会や展示会などによる普及啓発や、充電インフラの整備促進などに引き続き力を入れて取り組んでまいります産業労働部長長議産業労働部長。 私からは水素成長についてお答えいたします。まず、県内の水素ステーションの現状ですが、愛知県内には従前より東海市の東方ガス、常滑市のセントラにある実証研究用水素ステーション2基が稼働しており、これに加え、本年5月にはガソリンスタンド一体型と燃料電池バスへの急速充填を想定した商用仕様の実証水素ステーションがそれぞれ名古屋市緑区 豊田市に設置されたことで東京都の5基について、本県は現在4基が稼働しております。さらに、今年度から始まった国の補助制度により、本県では6基が採択され、全国一の10基となる見込みです。次に、今後の水素ステーションの整備・推進につきましては、2015年の燃料電池自動車の一般販売開始を控え、さらなる全県的な取り組みが必要と考えております。そのため、今年度より、 愛知 FCV 普及促進協議会への市町村の参加を強力に推進し、普及支援体制の充実を図るとともに、水素ステーション整備ワーキンググループを設置し、その戦略的な整備に向けて、愛知県水素ステーション整備配置計画の策定に着手しているところでございます。8月に交渉いたしました計画の講師案では、水素ステーションの県内整備数として、 燃料電池自動車が一般販売される2015年に2 0機、燃料電池自動車の普及が本格化する見込みの2025年に1 0 0機の目標を掲げております。さらに検討を進め、今年度中の計画を取りまとめることにしております。これに基づいて水素ステーションの整備を引き続き着実に推進してまいります。教育長、議長、教育長。 学校教育の充実に向けて、まず市町村教育委員会に派遣をしております指導主事の現状と成果についてお尋ねをいただきました。現在、37の市には2人ずつの74人、13町村には1人ずつの13人、合わせて5市町村に87人の指導主事を派遣いたしております。 また派遣をしておりません北設楽地区の3町村には、所管の教育事務所に指導主事を配置して、直接、町村教育委員会を支援しているところでございます。市町村へ派遣する指導主事は、学習指導や生徒指導に関する専門的な知識や実績を持ち、学校現場において優れた指導力を発揮してきた教員や管理職、経験者でございます。 こうした高い力量を持つ指導主事が市町村と県とのつなぎ役として道徳教育やキャリア教育など県の重点的な教育施策を推進したりいじめや不登校などを多様化、深刻化する教育課題について小中学校を直接指導を助言したりすることを通じまして県域全体の教育水準の維持・向上が図られているとこのように考えております。 次に、市町村への指導,主事指導主事派遣の見直しについて、制度の運用時期を含めてお尋ねをいただきました。学校の抱える問題が複雑先にわたり、指導主事の果たす役割がさらに高まっている中で、議員ご指摘のとおり、市町村には独自に指導主事を配置することが求められております。そこで現在、市町村教育委員会の代表委員に加えた、派遣指導主事やり方検討会議を開催いたしておりますが、 市町村の独自配置の促進ということも念頭に置きながら、見直しについての協議を重ねているところでございます。会議におきましては、市町村が増え続ける教育課題に適切に対応するとともに、自主的、主体的な教育活動を推進するためにも、独自に指導主事の増員を図っていくことが重要であるものの、一方で県が一定の支援を継続していくことも必要であるとの意見が示されているところでございます。 なお新しい制度の具体化につきましては、市町村の十分な理解を得ながら、本年度いっぱいかけて検討し、固める予定でございますが、その運用時期につきましては、市町村における予算化や教職員の人事の関係もございますことから、準備期間を確保してまいりたいと、このように考えております。大村知事ののご質問のうち、えー 愛知次世代自動車インフラ整備推進協議会の取り組みにつきまして私からお答えを申し上げますえ、次世代自動車は二酸化炭素の排出量が少ない環境に優しい車でございまして地球規模のエネルギー課題を告 克服する鍵として注目をされておりますさらに災害時における非常用電源としての活用など新たな社会システム上の要請にも応えるものとしてその一層の普及が期待をされておりますまた次世代自動車の着実な普及は当地に出席をいたします自動車産業のさらなる発展ひいては本県経済の活力の向上に寄与するものでございますそこでこれら次世代自動車の普及を 一体的効果的に推進するべく今年の8月に自動車メーカーインフラ事業者等の企業や主要な市で構成する愛知次世代自動車インフラ整備推進協議会を設置をいたしましたこの協議会では普及段階に移行つつある充電インフラの利用状況や課題を今後の水素ステーションの整備に生かしていくことなどに取り組む ことによりまして愛知 EV PHV の普及ネットワークそして愛知 FCV 普及促進協議会での取り組みに相乗効果をもたらしそれぞれの取り組みを一層充実させてまいりますまた協議会といたしまして次世代自動車全般に対する県民の方々の関心の喚起や意識情勢を総合的に図っていくことで次世代自動車の普及活用を 県民レベルの活動に深めてまいりたいと考えておりますこれらの取り組みを通じまして次世代の自動車自動車社会を実践発信する拠点地域として我が国世界をリードしてまいりたいと考えておりますよろしくお願いいたします議長19番沢和,和則議員一時始めそれぞれご答弁をいただきましてありがとうございました二点要望させていただきますが 1>, 1点目はインフラの整備であります。まあ、次世代自動車の普及には、インフラ整備が不可欠というふうに考えておりまして、先ほど EVPHV、さらには FCV の関係についても、計画に基づいて、まずは着実に進めていただくことをご要望申し上げておきたいというふうに思います。特に EVPHV の充電インフラの関係についてはですね、 ご回答にもいただいたように、まあ、順調に進んでいるということではございますが、ぜひ、県有施設への整備を進めるなど、県自らも整備促進に積極的に関わっていただくことを要望したいと思います。から2つ目は、派遣指導指示のあり方でありますけど、まあ、市町村が主体的な教育活動を展開していくためには、市町村教育委員会の事務局の体制がしっかり整っているということが前提であるというふうに思います。 そのためには、学校への専門的な指導をする役割の指導指示という方は必要であるというふうに思っております。しかし、現在の県内の市町村教育委員会の指,導指,指示の廃止状況については、差があるように伺いました。県は、県域全体の義務教育の水準を担保し、維持向上に努めていただく責務があるというふうに思います。 まあ壇上でも述べましたように、国においても今後の地方教育行政の在り方について議論が進められており、その中にも小規模の市町村においては、市場出自の配置が進むよう、国や県の財政的支援が求められているという文言が盛り込まれております。まあ、こういった状況を勘案し、指導主事の市町村派遣の,ありの見直しに行うにあたっては、 県の市町村に対する責務を十分認識し慎重に検討していただくことを強く要望いたしまして質問を終わりますありがとうございました議長三十九番原義信原義信議員暫時休憩されたいという動議を提出いたします、えー、原義信議員の動議の通り決しましてご異議ありませんかご異議なしと認め暫時休憩します